どうもラウチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新しいスキルの検証をやっていきましょう。指揮を取ります。今日検証するスキルはこれ、コインぐらい。戦闘中コイン獲得時に体力が回復するが、代わりに獲得したコインを失う。回復量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。どれぐらいの効果なのでしょうか。それでは HP を赤まで減らしてみました。目に見えて回復するかどうかですよね。回復量をちょっと見てみたい。でスキルはコインぐらいのみですね。これだけを入れてます。で分かりやすいようにローを使ってますね。スキャンを使って、お金を入手してみましょう。スキャン、痛くはねえだ。あれ回復しない。目に見えて回復しないっていうことか。ちょっと待って、もう一回ゲージ貯めます。もう一回貯めます。あ、ちょっと待って、 HP 回復したぞ。ちょっともう一度スキャン。お金出てるね。いや違う、うん、回復今はしたけども、回復アイテムだもんね。今のやつは、うん、ネームドのやつを倒すと HP が回復しましたね。ちょっと待って、もう一度ちょっと回復アイテム以外を取って。どうだ、スキャン。回復じゃなくてこのお金のアイテムを取っても HP は回復しないっぽいですね。で、あ、ネームドを倒すと回復する。で、これちょっと説明が違うかな。コイン獲得時に体力を回復するんじゃなくって、なるほど。ネームドのやつを倒すと、クリアの時にコインを獲得できてるんだよね。あ、だからクリア報酬のコインがなくなるけども、回復するっていうことか。あ、なるほど。じゃクエストで入手できるお金に関しては減らないよっていうことね。ああ、なるほど、そういうことか。ネームドの敵を倒した時に HP が回復する、回復するみたいです。クリアの時の入手ベリーですけども、こんな感じです。クリアボーナスと売却ボーナスがしっかり入りますので、戦闘中の獲得がゼロだとしても、そんなに変わらないですね。まあ、今回は、ローを使ってスキャンしていったので、戦闘中獲得が増えてるんですけども、全然いいと思います。はい、ということで今日は新スキル、コインぐらいを検証してみました。効果としましては、ネームドの敵を倒すと HP が回復するです。アイテムのコインを入手しても HP は回復しませんので注意してください。これのいいところは、スキルスロットが一つっていうところだと思います。繊維の戦闘術はスキルスロット二つなので、ちょっとね、使いたくなかったんですよね。でも、これ一つなので、コビー奮闘日記はこれをつけていくと良さそうですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。